はい、本日は非常に珍しいうなぎのバイトシーン、捕食シーンの紹介です。この動画を見たらきっとバイブレーション、ミノープラグ、ルアーフィッシングでうなぎいけるんじゃないと思わせてしまうそうなワンシーンです。もちろん普段の大好物はこちらのミミズです。水槽の外にミミズを見せると大興奮のうなぎちゃん、ポチャーンと入れてもういきなりパコーン、わけないですね。美味しそうに茹でたてのアルデンテパスタ、食べるがごとくむしゃむしゃむしゃ。そして今日は近所の用水路で川魚、タナゴ、フナ、こういった魚を取ってきましたので、ドバーッと大量に水槽の中に入れてみました。するとするとこちらのうなぎ、筒っぽから出てきて何やら様子を伺ってますね。おっと、最初はこれ威嚇するだけかなと思っていました。でもよく見ていると捕食しようとしています。その後ももう完全に筒から外に出てきてアロワナ状態、ブーブン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 と、まるでサメが獲物を襲うがごとく。すげえバイトシーン、もう一匹出てきちゃったよ。ということでちょっと観察しててみようね。やっぱどう見てもこれは威嚇じゃなくて捕食でしょう。バコ、ほら上のうなぎから逃げると下にバコーン、下にもうなぎ待ってました。完全に口の中入っちゃった。さて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 、もう一匹、俺のだよそれ、今俺がかじろうとしたの。何あんた下で待ってたから、何言ってんの、俺のだバカ野郎、引き込んじゃうもんね、へんへん、俺の口がでかいぞ。何言ってんのあんた、俺のだよ、頼むよ、それ半分分けてよ、半分だけ食いちぎらして、お願いお願いお願いね、頼む頼む頼む、お願い、ほんとほんとに、いや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 、いないよそんなの、一人で食うやつ、二人で分かち合おうよと取り合っております。ほらもう飲んじゃった、ないよーだ、残念でした、あかんべーだ、あやばい、口から出てきちゃった、やばいやばいやばい、飲み込まなくて、あー逃しちゃった、ちょっとちょっとお前取らないで取らないで取らないで、ヒヒーンで、やっぱり俺のもんだぜこいつは、ヒヒーン、やったぜ、あれちょちょちょ持ってかないで持ってくる、うんうん、最終的にはおいらが食べてやる。はい、ということでご覧のようにやっぱり捕食でしたね。さっきこいつ食いそびれちゃったから、さあこっから行くよ、次から次へと狙っていきましょうね。バッ、失敗しちゃった、もういっちゃ、あ失敗しちゃった、おう、あらららら。ということでここからはしばらくの間、勇猛果敢にバイトを繰り返すうなぎの姿をご覧くださいませ。ポッパーペンシルトップウォーターゲームもできるかも、うなぎトップに出た、すげえ、ついに捕食、こっからすごいよ、マキタの電動インパクトもびっくりなぐらい4ロリーサンダーぐる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 回転しますからね、おらおらおら、すーんごい。顎が、
危なかった、顎が外れちゃうとこだった。でも他の人に取られちゃうからな、なんとか顎が外れないようにして、あ、いいとこ見つけた、あそこに頭をぶっ刺したまんま時間かけて食べようと。あー、美味しかった。ご視聴ありがとうございます。高評価、チャンネル登録のほどよろしくどうぞお願いいたします。あー、美味しかったね。それにしてもルアフィッシャーマンバイブレーションに気をつけようっと。